ここからは新潟県第5区に立候補している生活の党代表代表行森優子元文部科学副大臣にお話を伺いたいいたと思いますまずは森さん前参議院議員ですが今回は衆議院議員の新潟県第5区から立候補されたわけですけれどもその理由は何なんですか、はい、次の参議院選挙を目指して新潟県全県下で活動を続けておりましたけれども。 あの安倍政権が誕生してからまあアベノミクスという間違った経済政策もそうですし消費税大増税もそうですしえ国民の生活が苦しくなるえ非正規労働者をさらに拡大しようとする政策もやろうとしているこのままでは国民の生活が守れない子どもたちの未来が守れないこの衆議院選挙黙って見ているわけにはいかないそんな思いで立候補を決意いたしました。 野党がバラバラでまとまっていないというそういう批判をよく聞くんですけれども今回はうまく調整できたようですねはい私が立候補するにあたって民主党新潟県連が推薦をしてくださったで、私も新潟県全県下で活動していましたので民主党の立候補者を推薦させていただいて共に戦おうその協力関係ができました新新潟方式だと思います 今回の選挙戦で森さんが有権者に一番重点的に訴えていることは何なんでしょうか若い人たちの非正規雇用化が進んでいます、うん、もはや4割以上の人たちが非正規雇用であるということで、うん、これではね、先を見通して安心して結婚をすることができない子供を作ることができないということでこれでは少子化がどんどん進んでしまう やはり安心して安定した職を得ていただくこと非正規労働を正規労働に変えていく、えー、このことに真っ先に取り組まなければいけないということを訴えております、はい、あと消費税についてはいかがでしょうかもうこれは凍結しなければいけませんあの、えー、社会保障の財源の確保のために消費税増税が必要なんだということで増税がされたわけですけど、うん、皆さん本当でしょうか 5%から8%に3%上げた消費税は一体どこへ行ったんでしょうか、うん、結局消費税の税率を上げても、えー、景気が良くなって税収が増えなければ年金医療介護子育て支援の財源を確保することはできません私たちは消費税増税は凍結そして国民の皆さんが使えるお金を増やす高校の無償化農業の個別所得保障の法制化などさまざまな施策を使って 皆さんが使えるお金を増やしてそしてそれによって経済を活性化するということを訴えておりますそして新潟県は柏崎・刈羽原発がありますよねそういった原発の問題に関してはどうお考えでしょうかそうですね実はあの私の立候補した新潟五区これ全部原発から二十キロ三十キロ圏内にあるということでもし今度事故が起きたら、まあ、風向きによっては 大切なふるさとのブランドである魚沼コシヒカリこれがもうそのブランドが失われてしまうそして美しいふるさとの大地が汚されてしまうそんなことにならないように脱原発そして新しいエネルギー産業で再生可能エネルギーで地域経済を活性化するということを主要な政策にしています。 TPP にについいいててはどのように考えていらっしゃいますすか断固反対で TPP というのは、えー、市場原理万能主義これを持ち込んで完全に日本の、えー、制度を壊す、えー、仕組みだと思います。農業というものが壊れるだけではなく、えー、大切な我が国の誇れる国民皆保険制度、えー、医療制度についても大変な危機にさ,さ,さらされると思いますので、えー、TPP には反対です。 森さんにとっては新潟県第5区というのはどのような思いがあるところなのでしょうか。はい。田中角栄元総理そして三宅章一先生などをはじめ偉大な政治家を多数輩出している地域の皆さんがその政治家を生み育ててそして自分たちで支えていこうというそういうところがあって私もずっと参議院時代新潟国区の皆さんから育てていただいた。 そして政治とは生活であるということを教えていただいたそういうい大切なふるさとです前の参議院選挙の時にも森さんが外政者で伺うともう夜もも薄暗くくなっっててっていてててき皆さ待いだたたりしましまよね本当にあの温かい皆さんの気持ちそして励ましてくださる支えてくださるそういう気持ちに後押しをされて私も国会で12年間頑張ってくることができました。 森さんはこれまでも草の根選挙といいますか選挙に関係のない時でもよくミニ集会など開かれれていまましたよね。あのそれが一番大切だと思います。やはり生活者の代表というふうに言っているわけですけども直接膝と膝をつき合わせて皆さんの,その何にお困りなのか地域をどういうふうにしたいと思ってらっしゃるのかさまざまな課題を聞かせていただくことによってそれをきちんと国会へ。 皆さんの声を反映させて様々な問題を解決していくということが何よりも政治政治にとっては重要ではないかと思います。それでは最後にテレビの前の皆様に向かって今回の選挙にかける意気込みをお聞かせください。愛しい故郷を守りたい、子供たちの未来を守りたい。私はこの雪深い故郷で。 真面目に慎ましく暮らす人々の生活が少しでも豊かになるように身を粉にして働きます。